俳優三浦智和、曲実賞受賞を受賞。平野氏洋ファンからも祝福続々。俳優三浦智和が輝く助君。平野氏洋ファン、感動の祝福の声。日本の俳優三浦智和が、11月3日付で曲実賞受賞を授与されました。これに対し、ファンや同業者からは喜びと祝福の声が相次いでいます。 特に、元キング・アンドプスメンバーで、俳優としての新たなスタートを切った平野耀のファンからも、感謝の気持ちが綴られています。この記事では、三浦智和の助君に際してのコメントや、平野耀との関わりに焦点を当て、その背後に潜む感動のエピソードを追ってみましょう。三浦智和の喜びと感謝のコメント。三浦智和は、この助君に際して、 古希を過ぎ、これから俳優としてどう生きるか迷いのある中、励ましの光をいただいた気持ちです、と述べています。また、2012年に受賞した史上法賞に続く二度目の栄誉について、そのような資格があるか迷ったが、両親は涙を流して喜んでくれた、と振り返り、今回も、亡き両親に、素直にいただきなさい、と言われている気がする。 と、喜びの気持ちを語りました。平野氏洋ファンからの感謝と祝福の声、三浦智和の助君に対し、SNS 上では平野氏洋ファンからも、たくさんの祝福コメントが寄せられています。平野氏洋は、2022年10月に放送されたドラマ、黒詐欺、で三浦智和と共演し、その縁が深い関係性を築いています。 ドラマの中での彼らの絡みは、親子のような温かな雰囲気を醸し出していましたが、同時に互いの複雑な感情も見え隠っくれしていました。黒詐での共演がもたらした絆。 クロサギは2022年10月期に放送されたドラマであり第26回日刊スポーツドラマグランプリで作品賞主演男優勝平野氏、幼女演男優勝三浦、智一を獲得するなど高い評価を受けました。平野氏洋が詐欺師クロサギを演じ、三浦、智一がその主張的存在を演じたことで、二人の関係性はドラマ外でも注目を浴びました。 ドラマ終了後、三浦智和は平野紫耀の俳優としての将来について期待を寄せ、社会派ドラマなのか、アクションものなのか、キラキラの恋愛ものなのか、いずれにしても楽しみでなりません、とコメントしています。平野紫耀の転機と三浦智和の支え。平野紫耀は、2023年5月にキング・アンドブソだったし、ジャニーズ事務所を退場。 その後、7月に飛べ、二席し、10月にはナンバーアイメンバーとして再出発しました。この天気の中で、ドラマ共演中の三浦智和の存在が平野にとってどれほどの支えとなったかは計り知れません。ドラマクランクアップ時に三浦智和が、またどこかで会うような気がして仕方ない。本当に素敵な俳優さんでした、とコメントしたことが、その絆を物語っています。 感動と絆が紡ぐ叙勲の瞬間。三浦智和の曲日少女少女賞に寄せられるコメントや祝福は、単なる栄誉の賞賛にとどまらず、彼の俳優としての長いキャリアと、同じく俳優として新たなスタートを切った平野仕様との絆を感じさせます。 黒サギでの共演がお互いの演技を通して生まれた特別な瞬間でありこれからも二人の俳優としての奇跡が注目を集めることでしょう。叙空を通じて見えるのは芸能界における先輩と後輩、そして俳優としての共感と支え合いの重要性です。共感